いちゃ、花龍馬シリーズをご覧の皆様、速稼塾の久保でございます。今日はですね、まあテーマを戦後の足跡というのを引き継いで、もうちょっとお話してみようかなと思います。価値観の変化っていうのは、昭和の時代にかなりね、進みまして、それから後半はですね、お金についてまたお話してみようかと思いますね。まあ私が聞いたところによると、私の両親、特に母が言ってましたけども、何を食べたかなっていう話題ですよね。それはね、その辺にある、雑草ともつかないね、自然に生えてる草を取ってきて食べていたそうですね。で、イナゴとかも食べたらしいです。虫ですよね。虫を取ってきて食べたと。で、野菊も取ってきちゃ食べたらしいんですよ。で、今もね、今でも懐かしくってそれをすることがあるんですよ。うん、とっても美味しい。そして幼い頃を思い出して噛み締めるそうなんですよね。で、最近は私の、まあ影響もあってかどうかわからないですけども、ちょっとグルメになってきたところもあって、まあ高級料亭に行ってみたりとかね、経験として、美味しいものを食べに行くっていうことを楽しむようにもなってきましたけども、そのたびに思い出すのが、幼い頃、まあ子供の頃は、こんなものはね、食べれるなんて、将来食べれるなんて想像もできなかったって言ってましたね。で、その頃は、花屋龍馬さんが言われてたように、スイカの皮を漬物にしてみたりとかね、それからトマトの皮とかを、まあなんかで食べたりとかっていうのもあったようですし、まあ今では当たり前のように食べているね、卵あるじゃないですか。こう卵ね。卵も年に一回食べるかどうか、その食卓に並ぶかどうかってことだったらしいんですよ。そして、7人の家族でその1個の卵をこう分けて食べたみたいなね。生卵をね、7等分にして食べるっていう感覚ですよ。ちょっと想像できないですよね。で、あとバナナですけども、これも誰かが病気になった時に、お見舞いでバナナが一房来るのを、みんなでこうね、ありがたく食べたみたいなことがあったりとか、果物がとにかく食卓に上らなかったらしいんですよ。もうすべて高級品だったってことですね。で、何よりも白いお米を食べることが本当に珍しかったらしいんですよ。今ではね、お米なんてのは本当に常にあるような状態ですけども、当時は、お米に代わるお芋とかがあったりとかね、お米を食べる時でもやっぱりいろんなものを混ぜてそれで食べたらしいんですよ。水かさを増してね。いや本当にそういう時代で、で昭和20年代なんて闇市とかっていうのがありましたからね。闇市にお使いに行ってきて何かを買うとか、闇市で何かを仕入れてくるとか、闇市に何かをこう売りに行くとか、こういう時代だったんですよ。闇市ってのは要するに密売品ですよ。密売ですよ。闇市ってのは非合法なわけですから。ですから、まあ、なんて言いますかね、当時そのものですよね。今で言うと闇市なんてやったらすぐに摘発されちゃいますけどもね。あと闇米っていうのも当然あってですね。正規のルートではないお米が高値で、それこそ市場価格の20倍ぐらいで売られていたものでも、やっぱりすごい買い手がついたみたいですね。で、まだまだ他にもありましてね、例えばね、まあ、敗山兵って言われる、まあ、こういう言い方が適当かどうかわかんないですけども、戦争に行って引き上げてきた人が、手や足やね、それから視力を失った状態で、復員兵ですね。その街角に立っていて、で、なんか楽器をやったり歌を歌ったりで、それで、お恵みをね、いただく、お金をいただくみたいな感じだったと思うんですよ。まあ、それがね、子供の頃にすごく怖かったって言ってました。街角にぼーっとおじさんが立っていて、で、なんか知んないけど悲しい歌を歌ってね、そこにチャリンチャリンとお金をあげてる人がいたとか、で、まあ、いじめてる人もいたらしいですね、そういう人をね。んで、たまにはね、そういう人がリンチにあって、殺されて川に沈められたとかっていうのも、当たり前のようにあったらしいんですよ。それが昭和20年代。殺人のカウントに入らないような殺人が結構あったっていうことですよ。いや、すごい時代だったなと思いますね。その時代を、生き抜いてきた人が、10代になり、20代になり、社会に出て30代、40代になって、今、私の親世代なわけですよ。こんな時代を見てきた人がね、今の日本を見て、まあどう感じるかなっていうふうな価値観の変化でしょうね。当然仕事ってものが入ってきても労働基準法なんてない時代ですから、職場で常に誰かが危険な目にあって手を落とした、足を失った、命を落としたってことが本当によく行われてました。私も小学生の頃には本当にたまにですね、本当に、ね、たまにですよ。そんなに頻繁じゃないですけども、たまにです。それこそ年に一回あるかないかっていう頻度で、どこどこの何々さんのお父さんが工場でなんかローラーに巻き込まれて死んじゃったから、みんなでね、お葬式代をカンパしましょうみたいなので、カンパの箱がこうやってね、クラス中回ったりとか、先生が率先してですよ。で、まだ記憶が新しいうちにまた、あ、今度はどこどこの人が死んじゃったみたいな感じでね。要するに保険の適用がなかったんで、みんなでお金を集めて
気の毒な方にこうやってね、お見舞いをするみたいなことが当たり前にあったんですよ。さすがに中学を出た頃にはなくなりましたけども、社会制度とか社会保障ってのがまだね、構築される前だったんですね、きっとね。当然ですけども、介護保険法ってのはありません。労働基準法もできるのはその後ですし、それから年金制度ってもね、その頃できたんですよね、きっとね。いろいろと整ってなかったわけなんですよ。なんかそう考えると、社会整備すら高級品だったのかなと思ってます。今では当たり前のようにみんなありますけどもね。で、そんな時代の中でも、私が生まれた時に、今度はね、父親から聞いた話があるんですよ。まあ、将来はこういう風になるよっていう風な予言めいたことを言われましたね。例えばね、これからはこういう時代が来るよっていう前置きで、日本人も世界に仕事とか遊びでどんどん行くようになるよって聞きました。当時私の10代の頃ってのは、海外旅行なんてね、高嶺の花で、芸能人が行くぐらいのものだったんですよ。だから一般庶民で行く人ってのは本当珍しい。大金持ちか大会社の社長ぐらいでしたよね。だからせいぜいね、箱根に行ってきましたとかね、湯布院行ってきましたがせいぜいですよ。国内旅行が精一杯だったですよね。大体は車で行ける範囲の近所っていうのがレジャーの主だったわけです。そうなるとレジャーランドっていうのが日本全国各地に全部でピーク時には700カ所ぐらいできたらしいんですけどね。うん、で、近所にいるあるレジャーランドに行って、それこそディズニーランドなんて滅多に行かないですよ。そんなところないわけですから近くには。ほんと半径ね、100キロ以内のレジャーランドに行ってるって感じだったですね。うん、で、そういう時代なのに将来はお前らの大人の頃はお前、世界に学びに行くぞと、世界に遊びに行くぞって言われましたね。それはまあ見事的中したわけなんですよ。あとはね、マイコンの時代が来るって言われてました。マイコンっていうのはいわゆる今でいうパソコンのことですよね。今はパソコンもすっ飛ばしてスマホの時代が来てますよね。想像できなかったですよね。それがね、普通の人が金持ちになるみたいなことも言ってましたね。普通の人が教育によって金持ちになると。ずっと今まではいろんな情報とか教育が知らされてなかった、解放されてなかったから本当にね、何もわかんないままで育ってきたけども、昭和30年代40年代教育ってものがものすごく盛んで、それこそね、知識のインフレーションが起きてきて、普通の家庭に生まれた人でも大学に進学できたりとか大学院行ったりとかねするわけなんですよ。これ今では普通かもしれませんけども、大学なんて私の頃っていうのはね、エリートの人しか行ってなかったんですよ。で、私の世代で受験競争って言われるようにみんなが目指すところになったんですよ。で、今はね、二人に一人が大学卒みたいな感じになりましたけども、まあ、本当に教育っていうのは誰でもね、まあ、受けれることができるなぁと。で、教育無償化みたいな流れも今回起きてきてますんで、本当に時代変わったなと思いましたね。それからね、これも言ってました。暴力の時代から、知恵とか愛情の時代が来るよ、って言われてました。だから、今ね、ガキ大将とか番長っていうのは多分いないと思うんですけど、私の頃はまだね、ガキ大将もあって、番長もあったわけですよ。番長制度ね。ちょっと生きのいいやつが暴力とか威圧でこうこの学校を支配していくみたいなね。で、万格と言われてる人が複数の学校でなんかね、一等賞を決めるんですよね。それで相番、その地区の相番になるみたいな感じで、じゃあ関東なんとか連合みたいなのできちゃったりね。私たちの田舎でもそういうのがあったわけなんですよ。まあ今ではとてもないですけどね。で、暴力の時代から知恵とか優しさの時代が来て、今は人に配慮できる人がリーダーシップを取っていけるとかね。昔は暴力だけだったんですけども、今は全然違いますね。むしろ暴力を振る人は野蛮で嫌われる存在になってきました。で、あとこういうのも言ってましたね。言いたいことが言えるような時代になると。うん、その頃確かに私はね、YouTube ってものがあるわけではなかったんですけども、今言いたいことが言える時代になりましたね。という感じでね、時代の変わりっていうのは、思い出してみればいろいろとね、なんか学んできたような気はするかなってことですよね。うん、で、あとは、こういうことも言ってたかな。好きな人と恋愛ができる時代が来るよって言ってました。これは結構意味深なんですけども、うん、まあ、その通りだなと。お見合いとかなくなりましたし、言い名付け制度ってのは今ほとんどないですからね。その中で結局ね、どういう風になっていけばいいのかなっていう風に考えた時に、私はね、会いたいと思われる人になればいいんじゃないかなと思ったんですよ。だから会いたい人になれっていうのがね、速稼塾の教えの中にもありますけども、うん、まさに会いたいと思っていただけるような、そんなね、人間になっていくことが、あらゆる時代を超越して、自分たらしめるのかなってところですよね。で、お金の問題について話をちょっと変えていくんですけども、お金ってね、やっぱり私40過ぎてからお金が割と自由になって思うんですけども、時間って取り返しがつかないなと思ってるわけなんですよ。20代の頃のように体も動かないし、30代の頃のように攻撃力もなくなってくるんですよ。何かをね、駆逐してやろうみたいなね、攻撃力、攻撃意識っていうのはなくなってきました。闘争心ですよね。だからこれはね、その頃にお金があって時間があったら、どういう風なね、方向に行ってたのかなと思うわけですよ。
むしろ手も足も出ない時代、20代、30代を送ってきたから、今こうやってね、なんかやっていけるのかなと思いますけども、どうだったかな、なんか振り返っちゃいますよね。お金に関してはね、結論が出てないと思いますけども、同時に思わないといけないのは、商売をするってことは、命の次に大切というふうにね、言う方も表現する方もいるぐらいのお金を私たちはいつもいただいてるってことなんで、やっぱ少しでもおろそかにしちゃいけないし、無駄に使うお金があってもいけないかなと。それこそお金を払ってくれた方にお返しするつもりでお金を使っていかないといけないなというふうに思うわけなんですよね。うん、まあこれがだからね、新しい知識とか経験に使うっていうことだと思うんですよ。まあ時にはね、あぶく銭に使うこともあると思いますけども、あぶく銭にでもお金を払ってくれた人に恩返しできるような形でっていう風にやっぱり頭の中になっていきますよね。だからね、博打ってしなくなるんですよ。酒飲みもやらなくなりますね。私はね、皆さんからいただいたお金を刹那的なギャンブルとか お酒に使うのが非常にもったいなく感じまして、少なくとも自分の経験とか知恵とか知識とか、まあ YouTube のネタとかに使っていこうっていう風になってきましたね。はい、まあいろいろと申し上げましたけども、ちょっと見方を変えていくと、お金ってどういう時に使うかっていうと、他に方法がない時かなと思うんですよ。お金って人を支配する道具でもあるんですよね。お金を払うと大抵の人は言いなりになってしまうんですよ。言うことを聞いてしまうんですよ。でも私はお金よりも優れた方法で人に言うことを聞いてもらったりとか、動いてもらうってことができると思うんですよ。それは知恵と愛情なんじゃないかなと思うんですよ。しっかりと心を込めて誠実にお願いをすれば、お金なんて払わなくても、じゃあ一緒にやろうかっていうふうにね、考えてくれる人もいるかなと思いますし、やっぱりね、困った姿を見せつけるわけではないんですけども、人って誰かの力になりたいなとか、損得抜きに、お役に立ちたいなっていう瞬間があると思うんですよ。その時は、お金は全く使わないっていうか、お金を払おうとしたら、いいよ、そんなつもりじゃないんでって。断られちゃいますよね。これはどういうことかっていうと、確実に人にはお金よりも大切なものがあるっていうふうに認める人がいるってことなんですよ。例えば花屋龍馬さんにね、お金より大切なものに気づいてもらおうと思ったら、花屋龍馬さんに何かお願いして、これお礼なんで受け取ってっていうふうにお金を渡そうとした時に、花屋龍馬さんがいやいやとてもいただけないですよって言った時に、その人との縁が、もしくは一緒にやった行動がお金より大切だったってことなんですよね。だからその大切なものをお金に換算されると、逆に価値が落ちるんで、お金を受け取らないって選択をすることあると思うんですよ。これからもね。まあ、そういう形でね、私はお金に関しては、本当に難しい問題だと思いますけども、確実にお金よりも大切にしたいものが、みんな人それぞれあると思うんですよね。で、今回のちょっとまとめになりますけども、お金に関して。愛する人との時間、ね。これってすごく大切だと思うんですよ。だから、お金の問題ぐらいで立ち止まるなと思いますよね。お金の問題で立ち止まってしまうと、その立ち止まっている時間が愛する人を大切にする時間を同時にロストしてしまうのかなと思いますよね。まあですんで、お金の問題早いとこね、蹴りをつけて、お金の心配がないような、そんなね、30代なり40代なりを送っていければ、それこそね、本当に世界を俯瞰して見れるようになってくるんではないかなと思います。まあ難しいと思いますけどね、やっぱりね、花屋龍馬さんもいろいろと今奮闘しているところだと思いますから。ですよね。はい、ということでね、次の、まあ、テーマなんですけども私から出していいのかなと思いますけどもね、次のテーマはね、やっぱこう行動ですよね。素晴らしいアイデアっていっぱいありますし、まあお金に関しては稼ぎ方っていくらでも無料で落ちてるんですよ。検索してみたらね、本当に山ほどあります。ただ人ってこれをやったらお金になるよって分かっていても、なかなかやらないんですよね。なかなか行動しないんですよ。ポイントサイト一つだってやらないわけですよ。これなんででしょうね。なんでだと思いますか。で、私はね、思ったらやるというか、やってからいろいろ考えるんで、まあ失敗も勇み足も多いわけなんですけども、ただやっぱりね、考えても結果出ないんで、やってみることかなといつも思ってます。失敗するにしても、早くやれば早く失敗という結果がわかるんで、軌道修正しやすいんですよ。でも、多くの人は、やればわかることをやらなかったりします。ちょっとね、変な例ですけども、こういうふうな考え方持ってる人いないかなと思うんですよ。正社員になりたいと思って、いろんな就職活動する方がいるんですけどね。私は正社員になりたいんだったら、自分の会社を作ってね、そこの正社員になれば、あっという間だと思うんですよ。でもそうやったらね、いやいや、誰かに雇われた状態で正社員だったら、社会保障があるでしょって言い方するんですよ。いやでもね、もっと言わせていただければ、
いやいや、ちゃんと自分で仕事ができていれば、自分で会社を作って、中抜きされない状態で社会保障も自分の会社から受けた方がいいじゃないですかって話なんですよね。でもそうなると、実際に自分の会社をやってもね、起業してもね、稼げるかどうかわかんないでしょって言われるんですよ。待てと。人の会社に行って、稼げるかどうかわかんない。ともすれば、自分の給料分稼いでないのに、お金だけくださいっていうものを求めていく。そんな人、会社が欲しがるかよって話ですよね。うん、まあそういうふうにね、私は正社員というものを捉えていきましたけども、まあそれはね、ちょっと極端な例かもしれませんけども、でも現実なんですね。さあ、もう一回、花屋龍馬さんへの問いかけに戻しますけども、人ってなんでね、行動できないんだと思います？なんでできないんでしょうか？で、やったつもりでも、やれていなかったりとかね。これはもう、一歩先に出てるんで、それはまだマシかと思いますけども、やらないといけないことは分かってるんだけどなーとかね、いつかやろうと思ったんだけどなーみたいなことが人生に多いんじゃないかなと思うんですよ。いつの間にか40過ぎますからね、そんなことしたら。ということでね、人はなんで行動できないんでしょうか。まあ、花屋龍馬さんから見ると行動できる人ばっかりかもしれません。としたらですね、花屋龍馬さんの思う行動できる人と行動できない人の違い、なんでその違いが生まれるのか、違いをもたらす違いというテーマでね、今回は問いを出させていただきます。どんな違いが、どんな違いをもたらすと思いますかってことですよね。私はね、YouTube をやることによって、この YouTube をやらない人との違いが入り口になって、結果、所得とか人の縁っていう違いを生んでると思います。まさに自分の人生、運命を全てグラッと変えるのが YouTube だと思いますので、なかなか自分の人生が変わらないっていう方はね、YouTube をすることをお勧めしますけども、いかがでしょうか。では、いってらっしゃい。